こんにちは。親さん専門税理士の渡辺浩二です。今回もですね、佐藤さんにお越しいただいております。お願いします。お願いします。改めて自己紹介をお願いします。はい、埼玉県でリフォーム会社をやってます。有限会社日設の佐藤と申します。お願いします。お願いします。前回からですね、佐藤さんには。はい、過剰リフォーム撲滅企画とシリーズということ で、はい、反響いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。前回ですね、ワンルームに、ね、独立洗面台はいらないんじゃないか、はい、ね、わざわざこの特に3点ユニットね、3点ユニットが、あるところでわざわざ独立洗面台を、ね、そのスペースを設けてはいらないんじゃないかっていう話をしていただいたんですけども、今回ですね、じゃあその3点ユニット、ね、なかなか嫌われるじゃないですか。そうです、ね、池さんから嫌われるので、よくあるのが、その無理やり分離しましょうみたいな、ね、お風呂を、ね、もう取っちゃって、うん、間仕切り作って、うん、シャワー室にしちゃうみたいな、あると思うんですけど、はい、あれどうなんですか、はい、あれをやる価値があるのかどうなのかっていうところをちょっと聞いてみたいなと思います。そうですね、はい、でもたくさんのメーカーさんがシャワー室もちろん出してますので、シャワー室が NG だよとか、シャワー室人気ないよっていうことはやっぱり僕の口からはなかなか言いづらいところではあるんですけど、もちろんシャワー室便利な設備だなというのは非常に感じてます。狭いスペースに無理やりね、先ほどからお話出てるように3点ユニットにして、お風呂キュウキュウに作って、そこに小さいトイレを入れて、小さいボールを入れてっていう、無理やり作るんであれば、そこの中に今3点ユニットが入ってるお風呂の中にシャワー室と間仕切りを作って、お手洗い、こういった商品も今メーカーさんで出てますので、そういったものを入れることは税か非課で言えば僕は税なのかなというふうに思っているところもあります。ただ本当にこれ難しいのが、地域性というか、非常にこうエリアを選ぶまだ商品なんじゃないかなっていうところが、ちょっと僕の今現在におけるまあ僕の価値観というようなところでありまして、今後ね、まあこの先5年10年先、シングルルームのお部屋の定番化にもしかしたらシャワー室っていうのがなっていくこともあるのかなとは、まあ、僕個人はちょっと思いがたいなとは思ってるんですけど、ゼロではないのかなと思うんですけど、まあそういう未来があってもおかしくはないかなというふうには思ってます。ただやはりこう僕もそうですけど、これどうしてもお風呂に浸かりたいっていう、まあ一日の疲れをそこでね、狭いながらも取りたいっていう要望っていうものと、僕はまあいいんだシャワーで、私はシャワーでいいですっていう、まあそのニーズ、要はその大家さん、管理会社さん、その物件でその層の入居者さんをちゃんと募集かけること、入居させることできますかっていうところを問いたいなっていう、なるほどなるほど、そういう人たちがそのエリアにいますかっていうところが、もう結構重要な問題になってくるのかなというふうに思います。だから場所もどこっていう話じゃなくて、そういう人たちがいるエリアかどうかっていう、ね、そうですね、もちろんやっぱり駅前なんかでいうと、どうしてもこうサラリーマンの単身赴任の方だったり、学生さんが学校に行くのに駅から近い方がいいよとか、そういうケースでワンルーム 1K 選んでいる入居者さん多いかなと思うんで、そういったところは、まあ、よりニーズが高いというよりは、ニーズがあるかどうかを今住んでいる、まあ、入居層ですね、そういうところをしっかり管理会社さんや大家さんであれば調べていただいて、実はよくよく入居者さん見てきたら、まあほとんどわりかしこう高齢の方というか、40歳50歳の方の方が多くて、若い方は少なかったっていうようなところであれば、何かしらそういう人たちが求めやすい物件の立地になってるのかなっていうふうに考えると、不用意にシャワーにしてしまうことで、3点ユニットの方が良かったなっていうこともゼロではないのかなと。ただよく見てみると、まあほとんどの方が20代前半後半ぐらいで、エリアとしてもやはり学生さんが多いのかなっていうふうになると、まあそういうスペース、まあ要はシャワー室にすることによって、まあ他がうまく使い分けできるのであれば、シャワー室にしちゃった方が入居率が上がるっていうこともあるのかなっていう。これこのエリアと、まあその建物が求められているこう、まあニーズですよね、そこをこうかなり理解しないと、
なかなかこう簡単に手を出せる商品じゃないのかな、うん、まだっていうのが、なるほど、まあ、僕の今現在思っているところですね、うん、ちょっとそれは慎重に考えた方が、慎重に考えた方がいいんじゃないかなっていうところですかね、はい、確かにちょっとまあ、我々世代みたいなのだとやっぱりこうね、お風呂がないってどうなのみたいな形でちょっと思っちゃうんですよね、うん、そうですね、最近ホテルとかビジネスホテルとか行くと、うん、大浴場があって、はいはいはい、部屋に風呂はあるんだけどシャワーしかないみたいな、うん、これだとちょっとえみたいな感じでちょっと思っちゃうんですか。非常にわかります。はい、するんですよ。はい、でそこら辺がやっぱりね、受け入れられる、ね、それが当たり前なんだっていう人であれば全く問題はないかなと思うんですけどね。まあ、個人的な見解になってしまいますが、現状シャワー室っていうのは非常に難しいと思ってます。難しい。難しい。まあ、それで入居率を上げたりとか、うん、何かこう変化を作ろうっていうのは、非常に難しいのかなっていうのは思うんですが、うん、反面ですね、今やはりこう首都圏でも外国人の方だったり、うん、留学生の方だったり、まあ、たくさん今日本に来て勉強したりとか、うん、頑張って一生懸命働いていこうかっていう人たちもいます、うん、なのでそういった人たちがこう最寄る駅というか、うん、まあ、そういうところに自分の物件があったりすると、非常に入居率が上がるんではないかなっていうふうに、確かにそうですね、はい、海外の方であればそこら辺はいいかもしれないですよね。なんで逆にちょっと話ずれてしまうかもしれないんですが、外国人の留学生の方を専門にこう各大学さんからエージェントとして受けたまわってこうお部屋を探しているっていうような、そういう会社さんと先日ちょっとこうお話しさせてもらった時に、全然シャワー室問題ないと、うんうん、でも全然逆にウェルカムだよっていう、もうそういう部屋あったらもうぜひ教えてっていうニーズも聞いたりもしたので、いや非常に入居困っていて、頑張って日本で勉強してる子たち、海外の子たちをこう率先的に入居させていきたいみたいな、そういう大家さんとかいらっしゃったら、もう全然考えられる商品なのかなと。ただやはり昔ながらのやり方で、まあ、地域に根付いて、まあ、地域の人たちが入居するような賃貸マンションだったりすると、まだまだシャワー室っていうのは、いやだったらお風呂あるとこ探そうかなっていうようなニーズに変わってしまうのかなっていう、ちょっとまだ恐怖心みたいのは僕にはありますね、はい、確かにそうですよね、うん、他にあるわけですもんね、うん、お風呂とトイレともう分離されてるところが周りにあれば、確かにそっちに行っちゃう、流れちゃうっていうのは確かにそうですよね、わざわざ、ね、シャワー室があるところを選ばなかったりするわけですからね、なんで結局妥協点だと思うので、はい、まあ、どこで自分がこの部屋を、うん、この部屋がいいんだっていう風になった時に、きっと100点満点で入れる部屋っていうのもなかなか少ないのかなっていう風に思うので、まあ、ここはちょっと嫌だけどやっぱりここの立地がいいとか、ここの環境がいいとか、ここに住みたいんだっていう、まあ、そういう気持ちの時に、まあ、どこまで気持ちが、まあ、折衷案じゃないですけど、折れられる時に、僕は一番最初に来ちゃうんじゃないかなっていう、折れれないっていう、選択肢の中に、ちょっとシャワーは嫌だなって、ちょっと浴槽あった方がいいなっていうふうになってしまうケースっていうのはまだ多いんじゃないかなっていうのが、まあ、僕は今感じてる、まあ、リフォームした後の入居者さんたちの傾向を見てるとまだ感じるかなっていうふうに思います、うん、なるほど。なのでね、やっぱりこう慎重にね、そこら辺は、ね、結構大きな決断ですもんね。大きな決断。お風呂をなくすってかなりね、はい、大きな決断だと思うので、はい、そこら辺はぜひですね、もし悩まれている方がいらっしゃれば、はい、佐藤さんにご相談いただければ、はい、そうですね、はい、多分それが乗ってくれるかなというふうに思っておりますので、はいはい、なのでまたちょっと引き続き、ちょっとこういった話をね、はい、来たいなと思っております。いつもありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。